鎌本号は、長崎県北高木郡森山町出身のプロ野球選手、宇藤左田。福岡ソフトバンクホークス所属。諫早市立森山西小学校では2年生から森山西少年 SBC でソフトボールを始め、4年生からレギュラーに座った。諫早市立森山中学校に進学し、軟式野球に転校。2年生の時には、 陸上競技の長崎県大会で短距離の障害種目にも出場した。長崎日大高校からの誘いがあったが、文武両道を貫くと長崎県立清涼高校に進学し、1年夏から3番中堅守で活躍した。首相となり、望んだ3年時の夏は長崎県予選2回戦で春の第83回選抜高等学校野球大会に、 出場したハサミ高校と対戦。プロ注目の松田良馬を打ち崩し、5から1で勝利した。しかし、準決勝で長い強平要する改正高校に1から9で、敗れた。2011年10月27日、プロ野球ドラフト会議で福岡ソフトバンクホークスから育成1位指名を受けた。背番号は122。2012年は、 ウエスタンリーグには4月27日の対、阪神タイガース戦において、一番左翼手として出場したものの、7試合で7打数、ノーヒットだったため、3軍暮らしとなった。5月29日の韓国遠征中の s k ワイバーンズ2軍との試合で、右翼手での守備機会中に、左手首を負傷し、帰国後の6月1日に、福岡市内の病院で、 左手関節の頭骨遠異端骨折の手術を受けた。9月1日の対徳島インディーゴソックス戦で9番中堅守として実戦に復帰した。3軍では41試合に出場し、打率336でシーズンを終えた。2013年は2軍公式戦に63試合に出場し、規定未到達ながら打率306の成績を残した。 10月6日のファーム、日本選手権に9番中堅士として、先発出場した。シーズンオフの11月26日から台湾で開催された2013年、アジアウィンターベースボールリーグに NPB 選抜として派遣され、22試合に出場した。2014年は、2軍公式戦に57試合に出場し、規定未到達ながら打率。 318の成績を残したが、一軍昇格は叶わなかった。7月17日に故郷である、長崎ビッグエンスタジアムで行われた、フレッシュオールスターゲームに9番中堅士として、先発出場し、1打席目に、浦野博史から反撃となる敵字に塁打を打つなど4、打席で2安打1支球1打点と地元の声援を、力に活躍した。 8月12日の2軍3軍紅白戦で、記類の際に左手中指を骨折し、8月13日に手術した。10月11日、宮崎フェニックスリーグの対東北楽天ゴールデンイーグルス戦で代打から、センターの守備につき実戦復帰した。シーズンオフの10月27日から、プエルトリコのウィンターリーグのヒガンテスデカロリーナに派遣され、 11月20日から12月17日までの7試合に出場した。10月31日、3年間在籍したため、育成選手の規約にのっとり自由契約公示されたが、プエルトリコから帰国後、12月25日に、再び育成選手契約を結んだ。2015年4月28日に、チームから唯一、侍ジャパン大学日本代表隊。 NPB 選抜の NPB 選抜に選出されたことが発表された。シーズンに入り、ウエスタンリーグで7月末までに、チーム最多の70試合に出場し、打率2割7分3輪、1本塁打10打点、14盗塁で、盗塁数はリーグ1位に立ち、7月31日に支配下、選手登録された。背番号は60に決まった。 2016年9月14日にコボスタ宮城で行われた大楽天戦23回戦において6回裏から右翼手、中堅手としてプロ5年目で1軍公式戦初出場を果たす7回表には初打席を迎える2軍公式戦において114試合に出場し打率268、3本打四45打点を記録する十三盗塁は ウエスタンリーグトップの成績だった。シーズンオフの11月28日に行われた NPB アワーズ2016において、ウエスタンリーグの最多盗塁者賞を受賞する。2017年の宮崎春季キャンプでは、塚田正義や神林聖和、正子雄介らと共に A 組に抜擢され、激しい外野手のポジション争いを繰り広げるが、開幕一軍は果たせなかった。 7月9日に一軍昇格し、同日に行われた対北海道日本ハムファイターズ戦において7回の守備から同年初出場の機会を得るが、7月16日一軍出場選手登録を抹消される。シーズン最終戦となる10月8日に一軍再昇格し、同日行われた対楽天戦に出場を果たす。 一軍公式戦の出場は、その2試合にとどまったが、二軍公式戦において118試合に出場し、打率257、日本塁が27打点の成績を残す。26投塁は2年連続のウエスタンリーグトップを記録した。シーズンオフの11月20日、NPB アワーズ2017において、ウエスタンリーグの最多投塁者賞と優秀選手賞を、 受賞する。2018年も外野手の層の厚さに阻まれ、一軍公式戦はわずか6試合の出場にとどまる。2軍公式戦では90試合の出場で打率。281、8本塁打、42打点の成績を残す。2019年、外野のレギュラーである中村明の離脱で自身初となる、開幕一軍を果たす。4月6日の千葉ロッテ戦で9番。 左翼手として、プロ初スタメンを果たすと、3回裏に、二木孝田から、プロ初安打を記録。さらに、翌日の同カードでは8回裏に、東条大輝から、プロ初本塁打を記録。その後も、柳田裕樹などの外野手が、次々と離脱した影響で一軍に帯同。6月4日の中日戦では、初回に、あちら拓馬から、プロ初の先頭打者本塁打を打つと、 5回裏にも、あちらから本塁打を打ち、自身初の1試合に本塁打を達成。その後は怪我人の復帰や、自身の打撃不振などで、出場機会が限られ、8月12日に離脱してからは、1軍昇格することなくシーズンを終えた。しかしながら、自己最多を大きく更新する86試合の出場を果たし、打率、224本塁打、11打点。 11投塁を記録。飛躍の1年となった。2020年3月13日に右肩痛を発症し、離脱を余儀なくされる。7月7日に一軍昇格し、7月9日に行われた大楽天戦において、スターティングメンバーとして出場し、安打を記録する。9月20日に行われた大楽天戦において、9回一死満塁の場面で、 敵自打を打つ活躍もあったが、32試合の出場で、打率、192と前年の成績を下回った。50メートル走のタイムが6秒0の瞬速と、遠投100メートルの強肩など、身体能力が高い。端正な顔立ちで、高校時代は、南韓国立大を目指すクラスに所属するなど、学業の成績も良く、広島大学を志望し、 小学校教諭になり子供にソフトボールを教えるのが夢だった。ありがとうございます。